漫画ミー。じゃあ引き続きハウスの説明をします。個人部屋以外の部屋は全て共有部分。食事は朝晩2回、決められた範囲の時間内にリビングでお出しします。食べない場合は前日までに伝えてください。門限はありません。原則異性を部屋に入れることは禁止していますが、前もって来ることをシェアメイトに伝えてあって、みんな OK ならば大丈夫です。バッサーが男連れ込んだらみんなでお祝いだね。私とっちゃおうかな。ジュリちゃん、取るなんて言っちゃダメだよ。やだ、愛子さん冗談通じないし、ウケる。え、やだ冗談。なんだ、私よく言われるんだよね、天然とか鈍感とか。だから二人とも何か気になることがあったらどんどん言ってね。2階に上がると個人部屋です。奥が翼ちゃん、手前がジュリちゃん。間取りは同じです。ああ、色が違うんだ。うん、ブルーとレッドの壁紙で分けたんだ。赤い部屋いいの。ねえバッサ、部屋取り替えない？バッサ、青い方が合うよ。でも私奥の方が。はあ、バッサもごもごしてて聞こえない。何？別に私はどっちでもいいです。翼ちゃんのお家の方が先に契約に来たから先に選んでもらったんだけど、いいの？私は二人がいいなら構わないけど。はい。やった。じゃあ説明は以上です。あ、私駅前のケーキ屋さんでシュークリーム買ってきたの。荷物も届いてないし、よかったら今からみんなでお茶しない？ごめんなさい愛子さん、私糖質制限してて。あ、バッサー、よかったら私の分食べて。2個ぐらい余裕でしょ。じゃあお先に失礼します。じゃあ翼ちゃんだけでもよかったら。あ、でもせっかく部屋に来たんだし早くゆっくりしたいか。部屋で食べる？あ、じゃあお茶も一緒に持ってくるね。翼ちゃんのことはあんまり焦りすぎてもよくないよね。契約の時にお母さんから言われたもんな。あの子長い間引きこもりで、なんとか今は近くのお菓子工場に働きに出てくれてるんですけど、最近一人暮らししたいって言い出して、やっと外に目を向けてくれるのはよかったけど、突然一人じゃ心配でしょ。それで食事付きのここならと思いまして、ちょっと気をつけて見てやってくれませんか？うん、まあでも二人ともいい子そうでよかったわ。おばあちゃん、ついに念願のシェアハウスが始まりました。お越ししました。恵比寿にも渋谷にも近いから、朝はガーデンプレイスにお散歩に行こうかな。引っ越し祝いにスタッフさんからいただいたシャンパンで、窓の外を見ながら乾杯。ジュリちゃんと翼ちゃん。今日からルームシェア。一人暮らししたかったのに、どうしてこうなった？全然違う。ルームシェア。リア充の巣窟、魔女の敵地、シェアハウスに到着。不安しかないんだけど。シェアメイト、一人はパリピモデル女、もう一人は陽キャのお花畑の女。つらい。パリピとお花畑か。ルームシェアのイメージを壊さないな。さすがだ。
早速デブスな外見いじられた。パリピマジね。デブスの生きる道どこ。結果にコミットしろや。イエス、高須行け。お直ししてもらってこい。行かねえし。っていうか、あのパリピどこかで見たことあるような。あ、マジでこいつじゃん。ウケる。二人ともっと仲良くなれるよう頑張るから見守っててね。どんな生活が待っているかとっても楽しみです。